Welcome back to Awful Games Done Quick. Once again, I'm Patty. We've got Sword in the Blackstone of the Blackstone coming up while we're getting Author Blues set up to play this video game. We'll read a few donations. はい、では次のゲームですね。ソードオブザブラックストーン、ウォールボスイズエンドコンパニオンズとなっております。こちらも引き続きピンクパジャマさん解説なんですが、ちょっとお待ちください、ね。移籍されてはるので。では今のうちにもう一度 AGDQ イベントについて説明させていただきますね。ただいまジャパニーズリストリームでは AGDQ オーサムゲームスダンクイック2020の様子を公認で日本語再配信しております。AGDQ2020 は海外のチャリティーイベントで、ゲームごとに決められた目標を達成するまでの時間を計り、タイムを競うリアルタイム海外ではスピードランなどと呼ばれますが、こちらを披露、RT ですね、こちらを披露することで寄付を募っております。ゲームごとに寄付金の目標が設定されており、達成するとゲームの目標がより難しく見応えのあるものになったり、ちょっとしたバグ技が披露されたり、各種を外罰する目標が追加されるなどします。キャラクターの名前が寄付額が一番多いものに決められたり、どちらのルートを選択するかなどを寄付額で競う、いわゆるビッドウォーもコインイベントのみので、ぜひ AGDQ 公式サイトのビッドのページご覧ください。ちょっと待ってくださいね。コマンドを表示いたします。今回集まった寄付金は、プリベントキャンサーファンデーションというアメリカに本拠地を置く、がんの早期発見と予防を推進する慈善団体に全額寄付されます。日本からは寄付に参加することが難しいのですが、クレジットカードによっては寄付することも可能なようです。本家の、ビートの方で、ビートのページの方で確認していただけたらと思います。間接的に寄付する方法としまして、本家配信、ゲームズダンクイックのチャンネルの方ですね、こちらでビッツを送る、サブスクライブでも大丈夫ですね。もしくは、イエティさんの方で T シャツを購入していただいたり、ですね、今出した URL ですね、イエティの方で T シャツを買っていただくか、ファンゲーマーというサイトでグッズ販売されてますので、こちらを購入することで、間接的に寄付することが可能になっております。イエティのシャツの買い方やサイズについては、配信の下の方にパネルがございますので、そちらからご確認ください。サイズがそうですね、ワンサイズぐらい大きいアメリカンサイズのものになってますので。ワンサイズ、小さいの買っていただくとか、まあ、レディースとかキッズもあるというそうなので、そちらも確認していただけたらと思います。また、ジャパニーズリストリームでは、このような海外の RTA のイベントを今後もいろいろと再配信する予定になっております。Twitter や Twitch の方で情報発信していただきますので、フォローをお願いいたします。といったところで、じゃあ、次のゲームですね。ピンクパジャマさん、良い、準備をしたそうなので、次のゲームですね。ソード・オブ・ザ・ブラックストーン、オール・ボス・イズ・アンド・コンパニオンズ。解説が、引き続きピンクパジャマさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。これはどういうゲームになるんですか？これが、まあ、コメント欄にお見えです。これが 0.5 の評価ゲームですね。0.5。Steam で、これは Unity の 3D アクションゲームです、ね。本当に広いです。始まっちゃう？早速始まるみたいです。はい、これカテゴリー Any%すごく短いです。はい、その Any% が、3分だけです。あ、だったら5倍あるから、まあ、相当なボリューム遊ぶということなんで、そして最初のカットシーン
スキップできなくて1分かかります。はいはいはい。指スキップがない。Any% が、そしてプレイ時、Any% のプレイ時間が、2分しかないです。3分だから実質2分。なるほど。ムービーが1分でゲームプレイが2分。そうですね。ただ、今回は。強いバグがあります。会話してるときに、会話、動いていると、その、動きを、話したら会話の中に動きます。そして、当たり判定はありません。当たり判定がない。自由に壁抜きます。自由に壁を抜ける。そう。そして、ポーズしていると攻撃できます。自由に攻撃できます。ニューゲーム。画面の文字が小さいですね。もう、ニューゲームですかね、これ今、触ろうとしてるの。コンティニュー、ニューゲーム、クエストメニューとかじゃないですか。まだタイムが始まってない。まだみたいですね。どっからなんだろう。多分これが、最初の、スキップできないストーリー。飛ばせないム。あ、じゃああれ、操作が開始してからタイマーですかね、もしかしたら。そうか。そうかもしれません。たら、まあ、このストーリーはそんなにうまく、書いてない、まあ、このゲーム自体が、多分1日で作られたらしいでのように見えますそれが本物だとは分かりません1日作られたこれがそのバグです。あかん。うわあ、行き過ぎました。壁。ああ、死んじゃった。そのステージの最後に、行けるはずだったけど、やり直し、やり直し。早速やり直しちゃいましたね。早速やり直し、してその1分の。飛ばせないストーリーこれはなかなかいきなり試されてますね我々もねその、テキストが、黒い剣を引き出して、はい、という、それがソードオブザブラックストーンの剣のこと。いやー、トーブソルギン。それが、その黒い剣が注ぎました。あ、今回うまくできました。もうレベル1はもう終了です。そしてここから、この、仲間が、共に行けるようになります、このカテゴリーが、全部の仲間そしてポーズしていると会話と同じく、この動きもできます。ボスです。最初のボス。何これ何これ角度がうまく、ああ、失礼しました。
このステージの最初からやり直します。よかった、よかった、コンティニューがあった。てっきりもう一回ムービー見せられるのかと、ヒヤヒヤしましたよ。Did that still kill us? No, I gotta kill him again. That's fine. It'll take two seconds. もう一回倒します。ちなみに、その画面が、その攻撃、の動きが2フレームしかない。敵めっちゃ消えますね、これ。唐突にステージ変わるし。ここに、20匹の敵を倒すなければなりません。これが、仲間増える、からです。倒すとアニメーションがなります。まあ、その黒い、煙だけがですね。これで攻撃してる。はい、攻撃してます。すごいなんか印象的な音というか。ピロ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 。瞬間的にの攻撃です。これは本来は壁抜けしないならどんなギミックがあるんだろう。そして海の悪魔のボスです。これが、歩きの動きで、その強大な剣で、で攻撃します。これは、距離から、打って、そしてここに行けるようになります。もうグラがすごい。これは、これ攻撃当たってるんですか？大きい剣で、動く、普通に歩く、そのアニメーションを使って、それが攻撃になります。この強大な剣で。さっき、話したことで、ソーシャルが、2週間前に、新しい仲間が発見されました。だからこの、レギュレーションが変わりました。その仲間、を回収する必要、この全部の仲間を回収する必要がありますから。ここで、ポーズしていると攻撃してます。そして、ボスを、やりました。そして最後の仲間、でこの竜を倒してここから進めるようになります。なぜか、そのポーズのポーズしているの動きで進めません。
Honestly, that's Come bullying. On now. I just want to point out that is bullying. You're just showing off at this point. I thought we were done after the super highlight. I'm run. Sorry. Please. That was. I don't feel good about that. That's like the only time this run will be legitimately exciting. I'm glad something happened. I've decided I really don't like this music anymore. Okay. Yeah. Wait, you liked it at some what a, point? What a turn. Okay, so we're gonna meet our last. This is. 最後の there's a lot going on right here. Tachi is our もう一人の自分。Tachi's outfit. その光っているその広い剣ですね。最初に拾った剣が黒い剣、それが悪にも言える黒い剣。はいはいはい、タイトルの剣です。It goes on a while if you haven't. I know this is unrealistic. このカットシーン飛ばせません。これはカットシーンですか？はい。そもそも。そもそも。カットシーンですよ。状況が全く理解できない。この2つ、日本の剣を使って、最悪役を倒します。まあ、このカットシーンの歌の。Love from your mods, your chat, and hubby. Or Hubie. It's spelled like Hubie. Do you have a hubby or a Hubie? Hubie. Okay, Hubie.きつい。これはなかなか、これはなかなかきますね。あ、動く。え、なんか4人一緒に動いてる。You kind of just fly through all the geometry here, not through this way, just normally. 普通にこの動きをしないと、普通に壁抜きます。抜けて、床にも抜けて、ゲームをオーバーしてしまうことが多いです。またカットシーンです。またカットシーン。これな、なんだろうこれ。これは。落ちましたね。Unfortunately.オールボスってなんだよ。全ボス。これいや、これは最後ではない。このポーズしている間に攻撃で、あ、その射程でできませんでした。あんまり、距離は長かった。そして2周目です。いや、第2形態です。第2形態。そして第3形態。それがビームのはずです。そしてあとラスボスです。ラスボス。これまたカットシーンです。これが、any%だったら、はい、これが、たった一つのボスです。それに、仲間を回収する必要もないです。このカットシーンを見て、ラスボスを倒します。それが any%ですよ。ユニティのデフォルト攻撃。そして合体して、紫になって、そして、
それ、そのムズ先がビームのはずです。ミーティアみたいな。そのボスの上に当たり判定があります。上に当たり判定。このポーズしている間に攻撃しちゃいます。はい、その下にちょっと ピクセルの数少ないでボスが見えて。ユズラがひどい。ジジ。あ、倒した。ジジ。ジジ。それがそのゲームの全部です。これはゲームの全部が見ました。これが 100% のような、カタゴリーですよ。これはちょっと。これはなかなか衝撃的なゲームでしたね。すさまじいゲーム。グリック・ドランって言ってますね。本当に本当にいやー。Steam の評価いくつでしたっけ？100円ですね。アメリカでも2ドルです。205円で評価が 0.5。 なか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 なゲームでしたね。じゃあみんな高いな。終わった。じゃあとりあえずソードオブザブラックストーン、オールボスイーズ&コンパニオンズでした。引き続きピンクパジャマさん解説入ってもらいますが、ちょっと違いますね。これこの次のゲームが、このゾーンがに除きます。解説者、この他のドラゴン、次ドラゴンユニットだから、あ、違う。その次変わります。なんで、とりあえず、はいはいはい、一回ミュートで待機してもらえたら、はい、失礼します。はい、お願いします。すみません、次のゲームの準備としますので、少々お待ちください。だんだん皆さんも温まってきた頃でしょうか。どうでしょう。なかなか衝撃的なゲームでしたね。時間で。ただいまジャパニーズリストリーム視聴者が4030人。たくさんの方のご視聴ありがとうございます。